マラト・ナイレビチ・イズマイロフは、ロシア・モスクワ出身のサッカー選手。元、サッカーロシア代表。ポジションは MF。タタール人である。2000年、FC ロコモティフ・モスクワで、プロデビュー。翌2001年シーズンでブレークし、ロシア・プレミアリーグ2位、ロシアカップ優勝に貢献し、さらに自身は、ロシアリーグ新人王に選出された。2007年、 長年所属していたロコモティフモスクワを離れ、マリアンハド、セウシーニョと共に、スポルティング CP に、レンタル移籍。2008年6月、スポルティングに完全移籍をした。2009年11月のパウロベント監督辞任までは、レギュラーとして活躍していたが、それ以降は、怪我に悩まされ、2010から11シーズンは、リーグ戦3試合の出場に終わった。 2011から12シーズンは、背番号を1 2変更し、前半戦こそハイマ一つの出来だったが、リカルドサピント監督就任以降はレギュラーをダッシュし、リーグ戦13試合5得点と結果を残し、UEFA ヨーロッパリーグ2011から12では、チームのベスト4進出に貢献した。2013年1月、FC ポルトに完全移籍した。 2016年7月20日、前シーズンにローンでプレーしていた FC クラスのダールと延長オプション付きの1年契約を結んだ。2017年6月9日、新たに創設された FK アララトモスクワに移籍した。2001年8月15日にはギリシャ戦で18歳の若さで A 代表デビューを飾っている。 固定メンバーとベテラン選手を好んでいたオレグ・ロマンツェフ、監督の信頼を勝ち取り、2002フィファワールドカップのメンバーに19歳ながら選出された。本大会では、怪我のため戦列を離れたアレクサンドル・モストボイの代役ながらも、レギュラーとして、グループリーグ全3試合に出場したが、チームは、グループリーグ敗退に終わる。ユーロ2004のメンバーにも選出されたが、 またしても、本領発揮とまではいかなかった。2006年10月7日のイスラエル戦の最後に、出場機会がなかったが、2008年2月、スポルティングでの活躍が認められ、トルコ合宿で1年3ヶ月ぶりに代表復帰を果たした。ユーロ2008のエントリーメンバーからは落選している。2012年5月11日、ユーロ2012に向けた。 代表候補の26人に選出され、約3年ぶりの代表復帰を果たした。本大会のメンバー23人にも名を連ねた。ありがとうございます。